海上自衛隊、米海軍、フランス海軍は、東シナ海で、異例の共同訓練を実施したとの情報をキャッチしました。今回は、護衛艦出雲、や、サミダレが参加した日米仏共同訓練を詳しく見ていきます。空母2隻も参加、大規模演習になっています。中国も相当焦ってますね。海上自衛隊の幕僚幹部が2023年6月12日付で発表した対外向けのプレスリリースによれば、同隊が編成中の令和5年年度分のインド太平洋方面派遣 IPD23 の部隊がアメリカ軍やフランス軍共同訓練を行ったとしている。今回の参加国による共同訓練の実施目的は大きく2つあり、まず参加した自衛隊の各部隊の戦術的な技量の向上を図ること、次に参加した自衛隊の各部隊とアメリカ軍やフランス軍との連携を強化することが挙げられている。今回のこの共同訓練の名称は日米仏共同訓練マルチビッグデックイベントとされており、実施期間は2023年6月7日から10日までの延べ4日間で、実施場所は沖縄の東方から東シナ海にかけての海空域とされている。日米仏共同訓練マルチビッグデックイベントに参加を行った部隊は、海上自衛隊からは出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦、出雲、村雨型汎用護衛艦の6番艦、サミダレで、IPD23 の第1水上部隊2隻である。加えて、航空自衛隊からも、沖縄本島の那覇基地に拠点を構える第9航空団所属の F-15J イーグル戦闘機と、南西航空警戒管制団が参加しており、南西諸島方面の防衛に主軸が置かれていることが伺える。アメリカは、海軍から、ニミッツ級航空母艦の1番艦のニミッツ、同9番艦のロナルド・レーガンと、2隻の大型原子力航空母艦を投入しており、かなり力を入れた共同訓練への参加であったと感じられる。これらに加え、同海軍は、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の6番艦のバンカーヒル、同8番艦のアンティータム、同16番艦のロバート・スモールズと、全27隻を保有する中から3隻を参加させている。また、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦についても、同23番艦のディケーター、同43番艦のジャンフー、同58番艦のウェイン・E・マイヤー、同65番艦のラファエル・ペラルタの4隻が投入された。この中で、ジャンフーは、この2023年6月3日、台湾海峡を、カナダ海軍のフリゲート艦、モントリオールと共に航行しているところを、中国海軍の駆逐艦に危険な航路妨害を受けた艦として報道を賑わしたことも記憶に新しい。これらに加え、アメリカは空軍からも戦略爆撃機である B-52 を参加させており、ニミッツ級航空母艦のニミッツ、ロナルド・レーガンらの空母打撃群と合わせ、強力な航空戦力の投射能力を感じさせた。そして、最後にフランスだが、海軍から、アキテーヌ級フリゲート艦の8番艦である、ロレーヌを参加させており、日本とアメリカとフランスの3カ国が、共同訓練を実施したのは、今回で6回目を数えることとなった。ことに、このフランス海軍のアキテーヌ級フリゲート艦、ロレーヌは、2022年11月に、就役を果たしたばかりの新造艦であり、実任務への投入を目指す最終段階の調整として、今年2023年4月から海外への展開を行っている渦中の艦艇である。アキテーヌ級フリゲート艦ロレーヌは、今回の非米仏共同訓練マルチビッグデックイベントに参加する直前の5月30日から6月5日にかけては、東京への初寄港も実施され、
その報道でも、感銘を耳にした方も多いだろう。このアキテーヌ級フリゲート艦、ロレーヌは、東京への寄港までは、内戦状態となったスーダンにおける、フランス国民の退避任務、サジティールに投入され、国連の依頼のもと、60カ国以上の400名に及ぶ人々を輸送した実績を持つ。フランス海軍は、今回の非米仏共同訓練、マルチビッグデックイベントに先駆けて、フロレアル級フリゲート艦2番艦の、プレリアルも、横須賀へと寄港させており、この際に、海上自衛隊のもが、身型護衛艦の2番艦の、熊野、とも共同訓練も実施させている。日本が位置するアジア太平洋地域とフランス本国とは地球の裏側とも言えるほどの距離を隔ててはいるが、未だ海外にも領土を抱えるフランスは太平洋方面での同盟国たるアメリカやそのパートナーの日本とも連携も深めている。さて、今回の非米仏共同訓練マルチビッグデックイベントに話を戻せば、その訓練の内容は対水上戦闘、対空戦闘、対潜戦闘等が挙げられており、アメリカが主催する大規模広域訓練、LSGE-23 の一つにカウントされている。アメリカが主催する大規模広域訓練、LSGE-23 とは、同国や日本が掲げる、自由で開かれたインド太平洋というスローガンを具現化すべく、アメリカの同盟国や友好国との、軍事的な連携の強化を図る訓練と位置づけられているものだ。今回の非米仏共同訓練マルチビッグデックイベントの狙いも、核開発やミサイル発射を継続中の北朝鮮やロシア・ウクライナ戦争の傍らにもかかわらず極東での軍事演習を行うロシア、そして東シナ海や南シナ海での支配権の拡充を推進する中国への牽制にあることは明白だ。そうした敵対国に対し、インド太平洋地域でのアメリカと、その同盟国の、軍事的なプレゼンスを示すことが、今回の非米仏共同訓練、マルチビッグデックイベントの最大の目標とめされるが、アメリカ海軍の参加艦艇の多さが際立っている。ミニッツ級の大型原子力航空母艦2隻に、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦3隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦4隻と総勢で9隻を投入しており、また、その存外は伏せられてはいるが、空母打撃群には、必ず、攻撃型原子力潜水艦が随伴護衛をしているはずだ。したがって、今回は、少なく見積もっても、2隻以上の攻撃型原子力潜水艦が投入されていると推察され、その総戦力は、小国のすべての軍の合計をはるかに凌駕する規模といっても、過言ではないほどに重厚な布陣だと、個人的には思える。海上自衛隊も、航空母艦改修の途上にある、出雲を訓練に参加させており、未だ、2回目の大規模改修を控える同艦といえ、と、こうした共同訓練に参加させる同体の真意は、やはり、アメリカ軍をはじめとする、連携の強化に重きを置いているのだろう。さて、フランス海軍のアキテーヌ級フリゲート艦、ロレーヌだが、本校では、フリゲート艦という表記をここまで言ってきたが、同海軍内では、実は、駆逐艦という分類で運用が行われている。扱いの艦艇である。このアキテーヌ級フリゲート艦、ロレーヌは、基準排水量が5200トン、満載排水量が6100トン、全長が 142.00m、全幅が 19.40m、喫水が 5.4m の艦体を持ち、海上自衛隊のもが、身型護衛艦より若干は大きい。ちなみに、今回同様に参加した海上自衛隊の村雨型汎用護衛艦、サミダレは、基準排水量が4550トン、満載排水量が6100トン、
全長が 151.0 メートル、全幅が 17.4 メートル、喫水が 5.2 メートル、かなりロレーヌと似た規模である。アキテーヌ旧フリゲート艦は、フランスとイタリアとが共同で開発を行ったタニウムフリゲート計画によって建造された艦艇で、2007年の建造が始められた最新型で、フランス海軍が8隻、エジプト海軍とモロッコ海軍が各1隻を運用中である。これらの内訳として、フランス海軍のアキテーヌ級フリゲート艦は、対潜装備を充実させたものが6隻、対空装備を充実させたものが2隻、エジプト海軍及びモロッコ海軍の各1隻は、対潜装備を充実させたものを運用中となっており、いずれも艦隊はステルス性能を重視したデザインである。アキテーヌ級フリゲート艦の主兵装は、甲板前方に搭載されたフランスのナバル、グループ社製のシルバー VLS、垂直発射艦の合計32セルであり、ここから、固艦防空用としてのアスター15空対空ミサイル等を運用する。